つるチャンネル。はい、どうもちゃ看護師つるです。あ、つるる。今回は実在したヤバい実習生たちを紹介していきたいと思います。やっぱりね、看護学生っていうのは濃い人たちも多いんですよ。で、すごい過酷な実習の中で変な人たちもやっぱり溢れてきてて、その中で、まあ実際に先生から聞いた話やったり、僕の先輩後輩でいろいろやらかして退学になった人たち、で、まあニュースにもなった人もおるんかな、そういう人たちがいてたんで、ちょっとその人たちを紹介していきたいと思います。それではレッツゴー。患者さんとベッドで寝る。僕の先輩かな、看護学校の。まあ分からなくもないし、僕自身もギリギリ寝なかったっていうエピソードがあります。やっぱ実習中はね、寝不足で実習行くんで眠たいんですよ。で、その中でやることが終わって、患者さんとのコミュニケーションといって、まあ患者さんと喋るんですけど、まあその人がある程度動ける人とかやったら病室でね、一緒に座ったりしておしゃべりするんですけど、その時にやっぱり内容が内容なんで、うたた寝しちゃうわけですよね。で、患者さんに言われたらしいんですよ、その先輩は。もうあんた眠たいんやったらベッドで寝ていいよって。教員がなかなかコミュニケーションから帰ってけへんから見に行って、もうカーテン開けたら患者さんと一緒にベッドで寝てるっていう話を聞くと、やっぱり自分一人で寝るのが申し訳ないから、患者さんも一緒に寝ようっていうことで、患者さんと二人でシングルのベッドで寝てたらしいです。屋上でタバコ。これもね、喫煙者やったら辛いんでしょうね、本当に。僕は非喫煙者なんで、ちょっと気持ちがわからないんですけど、もう我慢ができない。あ、そしてその患者さんとのコミュニケーションの中でも、患者さんが喫煙者の場合が多々あるんですよ。で、その場合、今の病院ではだいぶ減りましたけど、屋上とかで喫煙できるところがあるらしくて、病院によっては。で、そこで患者さんと一緒にコミュニケーションしながら一服やってたんですって。で、そこに教員が来て、あんた何してるのっていうことで停学処分になったと。まあね、分からなくもないし、実習中のね、患者さんと同じ気持ちを味わうっていうんで、一緒に喫煙をするっていう記録計画も立ててたんかな。それはそれでなかなかのやり手ですけどね。俺が指導者やったら許可するけどな。まあまあ、その辺はね、モラルの問題でしょうけど。手術室の機械を素手でどけた看護学生。これは僕の同級生ですね。もう辞めちゃったんですけど、そのオペ室の機械って、一般の人から言ったら、メスとか入れる機械って清潔なんですよ。菌がない状態なので、素手では触っちゃいけない。手袋するでしょ。で、こうやって、で、この手を上げるのも、下に下げたら下には菌があるからということで手を上げるんですよ。で、その綺麗な機械、今から手術始まるよ、その見学を学生さん端っこでしといてねって言って見学してるんですけど、その学生さん何を思ったか、目の前にあったその清潔な機械が邪魔やからって言って、見学するために手でこうどけたらしいんですよ。もうその瞬間、看護師もドクターも麻酔科も全員ブチギレ。その機械って丸々1個用意するのだいぶ時間かかるんですよ。洗浄消毒して滅菌してっていう。ただ手術にもよりますけど、もちろんその1セットだけじゃないですよ、何セットもあるんですけど、その日のね、手術のプランにもよって、その1つの機械全部ダメになっちゃうんで、清潔な機械を入れた動く椅子みたいながありまして、そのカートがあって、そのカートごと溶けちゃったんで、もうそれ全部一式洗い直しというか、新しいの出さないといけない。もう今から手術始まるって言ってるのにそれやっちゃったんで、もう大問題でしたね。指導者の悪口をトイレで聞かれる。これもあるあるかもしれないですね。男子看護学生やとそんなないんですけど、女子やったらね、もうやっぱ女の世界なんで、看護師も女子トイレとかで指導者の悪口を言ってたらしくて、で、もう運が悪いことにトイレの中から出てきて、何も言わずに去っていかれるっていう、めちゃくちゃ怖い。で、もちろんその看護学生2人は停学か実習停止になりました。なんで女子ってトイレでね、悪口言うんでしょうね。誰が入ってるかわからないのに。人体をツイート。これはね、ニュースで流れてきましたね。解剖の実習か何かで人体を見たらしいんですけど、そこで、今の時代だからですね、携帯でその人体をパシャって撮って、内臓の一部をツイートするという、人体解剖ナウみたいなことでしょうね。普通に考えて炎上するし、ニュースにもなるし、その他退学処分になってました。何を考えてそれをツイートできるのかっていうふうに思いますけどね。他にも退学にはなってないですけど、医大生の
友達とかの話を聞くと壁に耳あり障子に目ありっていう人体ボケをしてたらしいんですけど、人体を使ったモラルのない行為をするのはちょっと医療者になってほしくないかなって僕自身は思います。はい、というわけで、まあ今回ヤバい看護学生5000でした。まあ今実習の皆さんも、まあこの時期だと実習終わってる人も多いんですけど、まあ実習を乗り越えたらね、次は国家試験が待ってるんで、で国家試験乗り越えたら新人看護師が待ってるんで、つまり地獄しか待ってないってことですね。最後までご視聴ありがとうございました。今回のお話が面白いと思った方は、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。チャンネル登録こっちね。はい、というわけでまた次の動画でお会いしましょう。ではまた、おやすみ。